ヒロヒロ探偵団。これは俺はヒロシ、金銭的な都合で大学に通い続けることができなくなり、中退してからはしばらくアルバイト生活を送っていた俺だったが、毎日楽しくねえな。楽しくない。夢があったのに大学を中退せざるを得なかったという現実から目をそらしたくて、いくつもバイトを掛け持ちしていたが、俺の心が言えることがなかった。すいません、聞いてます？ああすいません。何度呼んだと思ってんの？少しでも時間があれば考え込んでしまうから、こんなトラブルもしばしば。俺の人生は楽しくない。もっと余計なことを考えないで済むような刺激があればいいのに。そう思っていた時に見つけたのが、お化け屋敷のお化け役スタッフ。もともとそこまでお化け屋敷は苦手ではなかったし、お化け屋敷のスタッフなんてたまらなく面白そうだ。俺は掛け持ちしているバイトを全て辞めてお化け屋敷のスタッフになることにした。では研修を始めます。よろしくお願いします。まずこの仕事をするにあたって驚かせてやろうという気持ちは捨ててください。え、ダメなんですか？驚かすのが仕事じゃないんですよ。正しくは恐怖というサービスを提供する仕事なんです。なるほど。俺はお化け役とは何たるかを研修で学び、1週間が経過した頃実技研修に入った。もしお客さんが怖がって前鏡でゆっくり進んできたらどうしますか？自分も前鏡になってお客さんの目線で現れます。その通り。お客さんが見てないところで登場しても怖くないからね。やべえな、めっちゃ面白い。俺はまるで未知の領域に踏み込んだみたいで、研修の日が楽しくて仕方がなかった。ねえお兄ちゃん、もう見るのやめない？いや、ここからが怖いらしいんだよ。おなるほど、こういうタイミングもあるのか。俺は研修中から実際に他の遊園地のお化け屋敷に入ってみたり、ホラー映画を見て動きやタイミングなどをとことん研究した。今日は妹の花が家に遊びに来たけど、そんなことはお構いなしだ。もうお兄ちゃん帰っちゃうからね。いやいや、ちょっと待って、もう少し付き合ってもらわないと。え、ちょっと待ってて。何？どういう？お兄ちゃん、どう？びっくりした？もうお兄ちゃん嫌い、大嫌い。悪かったって。大丈夫ですか？何かあったんですか？あ、やべえ、いやすみません。あ、やっちゃった、すいません。この後俺は大家さんだけでなく、妹が両親にチクったおかげでいろんな人から大目玉を食らった。よし、じゃあヒロシ君、屋根裏部屋のスタッフ呼んできてくれる？了解です。お化け役のアルバイトを始めて半年が経過した頃、ありがたいことに他の仕事も任されるようになった。ルール違反をしているお客さんに注意をしたり、お客さんがいないタイミングでお化け役の人を交代させランチを取ってもらうという仕事も運営側に回った感じがして楽しい。そして俺はこれから屋根裏部屋のスタッフを呼びに行く。佐々木さん、ランチです。交代お願いします。わかりました。俺は任務が完了したところで落とし物などがないかを見回りしながらスタッフルームに戻る。すると井戸のエリアに人影を見つけた。あれ、香川さんまだランチ取ってないのかな。俺は何かの手違いでまだ香川さんがランチを取れていないのだろうと思い声をかけることにした。交代なんで戻っていいですよ。はい、わかりました。お、よし、俺も戻るかな。ふう、俺もランチにするか。あれ、ヒロシさんランチまだだったんですか？あれ、飯食うの早くない？え、今日は20分くらいかけて食べてましたけど。え、だって今さっき井戸のところにいたよね。いや、いませんけど。あ、もしかして出ました？出たわ、初めてだ。うわ、怖え。え、俺この隣で待機ですか？ああ、この人形と同じくらい人形っぽく佇んでて、それでお客さんが来たらヒロシ君だけバーンと動く感じで。めちゃくちゃ怖くないですか、この人形。新しいお化け屋敷のタイトルが始まろうとしているが、俺は初日からこの恐ろしい人形と一緒に仕事をすることになってしまった。まえ、なんでそんな怖い見た目してんだよ。俺がビビるだろう。
2ヶ月後、今日で終わりか。夏休み期間のみの特別タイトルだったようで、今日でこの恐怖の人形ともお別れだ。あんなに怖かった人形だけど、出勤するたびに可愛く見えてくるようになった。ただれた肌ではあるが、口元が絶妙に美しくて癖になる。なんかお別れするの寂しくなるな。ごめんなさい、取り付かないでください。え、いいんですか？もちろんだよ。俺はこのバイトを始めてから大学のことで悩まなくなった。そして1年半が経過した時、正社員にならないかと誘われた。これからも俺はこの特殊なサービス業で人を喜ばせていくつもりだ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ミラミラ探偵団。